皆さん、こんにちは。今回は、トレイツ、日本語版だとキャラ特性というやつですかね。それについて話してみようと思います。本当は私も皆さんも気になるスキルについて話したいのですが、判明しているスキルが少なすぎて、一つの動画にするには情報不足といった感じなので、その一方で、トレイツこと、キャラ特性の方は、9割方判明しているので、こちらを特集してみたいと思います。キャラ特性派、バックグラウンドと異なり、その特性を背負っている限り派恒久的にキャラのステータスや派閥との親密度に関わってくるものの、ストーリー進行とともに変えたりすることができます。また、そもそも、最大で3つ選択できるものの、キャラ特性派どれもアドバンテージとディスアドバンテージを包含しているので、どれも選択しない、というのもありなので、初回プレイ派自分の本能の赴くまま、最大限の3つを取得してしまってもいいと思いますし、アドバンテージ部分派魅力的なものの、ディスアドバンテージの部分が怪しいので、とりあえず何も取得せず、で進めてしまってもいいと思います。キャラ特性派、大きく分けると、排他性のもの、つまり2つあるうちのどちらか、あるいは複数選択肢のどれか、しか選択できない特性、例に挙げると、フリースターコレクティブ生まれとユナイテッドコロニーズ生まれ、のように、フリースターコレクティブの生まれをキャラ特性に選択した場合、ユナイテッドコロニーズ生まれ派選択できない、といった具合です。もう一つ派、排他性ではない、どのキャラ特性とも組み合わせることができるキャラ特性です。どちらから話してもいいのですが、排他性のものの方が、キャラ特性の内訳が相反性があってわかりやすい、選択の吟味がしやすい、と思うので、排他性のものから始めてみたいと思います。まずは、イクストロバートとイントロバートです。外向的性格か、内向的性格か、というものです。ちなみに、さっきから、ロバート、と言ってしまっていますが、R 部分が抜けた、オバート派、フランス語読みすると、ウベールとなり、概念や意味派、開けた、解放したというものであり、周囲の人々に開けていれば、外向的、自分の内なるものに開けていれば内向的、となります。外面だけがいい外向的が必ずしもいいとは限りませんからね。本題に戻りましょう。イクストロバートこと、外向的性格派、人間コンパニオンと一緒に探索などしていると、酸素消費量が少なくて済み、逆に一人で探索していると、酸素消費量が多くなる、というキャラ特性です。相反するイントロバートこと、内向的性格派、一人で探索する際には酸素消費量が少なくて済み、コンパニオンと一緒に探索していると酸素消費量が多くなる、というものです。スターフィールドの酸素消費量派、スカイリムでいうスタミナ、フォールアウト4でいうアクションポイントに相当するものなので、どちらの特性のアドバンテージでもある酸素消費量の減少の割合がどの程度なのかにより、取得しておくと良いかもしれないキャラ特性ですね。次は、フリースターコレクティブセトラー、ユナイテッドコロニーズネイティブ、そしてネオンストリートラットです。それぞれ、フリースターコレクティブ出身か、ユナイテッドコロニーズ出身か、ネオン出身か、というものです。フリースターコレクティブであると、フリースターコレクティブ関連のクエストにおけるダイアログで独自のものが追加されたり、フリースターコレクティブ系のサブクエで通常より多い報酬が得られます。ディスアドバンテージ派、他の派閥で犯罪人となった際の賞金が大幅に上昇する、というものです。ユナイテッドコロニーズであると、ユナイテッドコロニーズ関連のクエストにおけるダイアログで独自のものが追加されたり、ユナイテッドコロニーズ系のサブクエで通常より多い報酬が得られます。ディスアドバンテージ派、他の派閥で犯罪人となった際の賞金が大幅に上昇する、というものです。ネオンであると、ネオン関連のクエストにおけるダイアログで独自のものが追加されたり、ネオン系のサブクエで通常より多い報酬が得られます。ディスアドバンテージ派、
他の派閥で犯罪人となった際の賞金が大幅に上昇するというものです。私にしても皆さんにしても自分の初回のプレイ方針としてどの派閥をメインに進めるのかおおよそ決まっていると思うのですが、それによっていずれかのキャラ特性を取得しておくのもロールプレイ的に面白いかもしれません。もちろんどの派閥にも加入しながらエンディング派迎えられるそうなので、どの派閥にも中立的な立ち位置という形でどれも選択しないのもありだと思います。一周目はみんな手探りのプレイだと思うですが、エンディングまでの流れや各派閥でできること、できないことが分かった二周目は各派閥にふさわしそうなキャラ特性を三つ最大限に取得して挑むと面白いかもしれません。次は、レイズドインライプンドとレイズドユニバーサル、そしてサーペンツエンブレイスです。それぞれ、刑事を受けし血族の出身、全知全能の聖域の出身、大いなる大蛇の出身、といった感じです。ちょっと本題から外れて、ハウスオブインライプンドとサンクプムユニバースムの翻訳に困り果てたことを告白しつつも、インライプンドというのは、上級国民であるとか、選ばし者、自分派特別、といった優勢思想を持った人々のことです。現実世界にも腐るほどいますね。腐るほどいるのに、自分だけ特別と考えるなんて、むしろ思考回路において通常より劣っているのではないか、と疑ってしまいます。サンクプムユニバースムのサンクプム派神聖な場所、神域、聖域、といったものを表し、ユニバースム派宇宙のような大きい範囲を表すこともあるし、ユニという点で統一されたという一つのことを表すこともあるので、前者を取ると、万能者の神域、後者を取ると、唯一無二の神域、といった感じになる、と勝手に解釈しました。現実世界でも統一にこだわる宗教集団がいますね。みんなを不幸にするもの、それは宗教だとかスピリチュアル。本題に戻って、それぞれの内訳派。レイズドインライプンドこと、上級国民系派、ニューアトランティスにある3つの上級国民系の邸宅から彼らが保有する特別なアイテムをもらうことができます。サンクプムユニバースムこと、統一型教会派、ニューアトランティスにある彼らの教会本部から彼らが保有する特別なアイテムをもらうことができます。サーペンツエンブレイスこと、大いなる大蛇系派、重力ワープを使うたびに、その後しばらくヘルスと持久力の最大値がアップします。逆に重力ワープを使ってから一定時間が経過した後は、ヘルスと持久力の最大値がダウンします。先民思想、宗教洗脳、偶像崇拝、どれも私派嫌ですが、はじめの二つ派アイテムがおそらく派無料でもらえる、ある派リスポーンにより定期的に回復薬などのアイテムがもらえる、のであれば、現実世界の私の社会ポリシー派を置いておいて、どちらかを取得しておくのもありかな、と思いました。この二つのニューアトランティス関連のキャラ特性派、実際に何がもらえるのかがポイントになってきそうです。ゴミのような思想や宗教でも、ゲーム内アイテムが優秀であれば、肩書きだけはクソ宗教でもいいから、もらう、というスタンスです。アイテムをもらった後は血族にしても、業界本部にしても、ミニニュークで吹き飛ばしますけど。サーペンツエンブレイスの特性に関しては、1周目は重力ワープの使い方、使いどころなどに手間取ると思うですが、2周目などは容量を終えているはずなので、取得していると、継続的な重力ワープにより、継続的なヘルスとエンデュランス増強になりそうで良さそうです。考慮すべき派、重力ワープ後の特性による恩恵がどのくらい持続するのか、そして効果が切れた後にやってくるダウン症状がどのくらいでやってくるのか、が判明することかな、と思います。説明文だけ読むと、良いところもあり、悪いところも、となるのですが、良い部分が10分持続とかだったら、あっという間に終了するので、取得するに値するか否か、迷うところです。次は、スペースプとテラファーマです。それぞれ、宇宙空間慣れと地表慣れ、といった感じです。
文字解釈的なところから説明すると、スペースプの方波、スペース、つまり宇宙という空間に土着したという意味で ED がついているので、宇宙空間環境に適応した、といった具合です。テラファーマの方波、テラ波大地、地殻、地表面といった意味、ファーマ波、何かと関連性あるいは関係性を持つ、従事する、といった意味があるので、これら二つを合わせて地表面に適応した、といった具合です。スペースプこと、宇宙環境慣れ波、宇宙空間にいるとき波ヘルスとエンデュランスの最大値がアップし、地表にいるとき波ダウンする、というものです。テラファーマこと、地表慣れ波、逆に、地表にいるとき波ヘルスとエンデュランスの最大値がアップし、宇宙空間にいるとき波ダウンする、というものです。説明書きだけ見ると納得するものの、宇宙空間にいる時というのはどういう状況の時のことなのでしょうね。宇宙船同士でバトルを展開している時なのか、敵の大きな宇宙戦艦の内部に潜入しているような時なのか。前者の場合は宇宙船バトルって、宇宙船の武器や機動力、船体耐久力のみが対象であって、キャラのヘルスやエンデュランスが関係するとは思えないので、後者の敵の戦艦に乗り込んだ時だと思うのですが、どうなのでしょう？惑星の表面探索の時間はかなり長い時間を費やすことになりそうなのでテラファーマの方は有効そうですが、敵の戦艦に乗り込むミッションの回数などは不明なので、スペースプが使えないとも言えないですし、排他性のキャラ特性は以上となります。次は、排他性などが関係ないキャラ特性についてなのですが、長くなってきたので、次回に回そうと思います。ということで、今回はここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスタフィーライフを。